報道機関もね、はい、当時の新聞をね、はい、見てごらんなさい。もうその戦争賛美と、それから戦争のために死んだ人を讃えるという、そういうことに新聞の上から下まで全部ですよ。でそういう中に育ってるから、軍国科学少年とか言って戦争新聞に出すと本人はここ頂点になっちゃうわけで、だからいやいや私自体振り返ってみるとこうだったでしょうね、でもね、この不思議なの、僕そうやって過ごしてきたんだけど、個人主義っていうか、個が全ての主体であるっていう考えは当時から持ってて、今もあんまり思想的にね変わったっていう自覚がないんですよ、これは不思議で、だからこんな戦争の本があるんだと思う。戦争を賛美してるんじゃないんですよ、全然。ただこういうことを通して日本人の特性を見てると、本当に農耕民族で人とうまく合わせないと食っていけないという血がもうね、頭のてっぺんからつま先まであるんです。だって日本はね、正直言うと日本が今相当軍事大国ですよ、皆さんどう思ってるかあれですけど、軍事費だけは数字に上りませんけど、今日本は相当軍事大国になってますよね、でそうなってしまって、それに対してこれじゃいけないんだっていうような考えはあってもね、それはちょっとみんなそういうことを言うと、別に警察が来て捕まえるわけじゃないけど、なんかそのことは触れたくないというあれはありますよね、戦争行くと美談ばっかり、まあ、美しい飾りとして歌まで、歌もすべてそうですよ、でも現実は命を失うんですから、これはもう大変なことなんだけど、そのことを言うと世間的傾向としては勇気があるのを美談とされてましたからね、それで後ろ指を刺されたくないという、これ日本人の血ですよこれ、仲間内にされたくないということが、そういうふうに思っていると、これだけあるとしたら半分は本当に思っちゃってますよね、半分はやっぱりそうは言ってもというね。ここに特攻隊の本がいっぱいありますけどね、特攻隊の人が残した手紙がいっぱいあります。それ読むとやっぱり母親に対する感謝の気持ちと、お母さんという言葉で明日死に行くと、そのことで肉親に対する決別の言葉がいっぱい書いてある。でこれはそこまで死ぬぐらいの覚悟だったら、いわゆる反戦主義になればいいじゃないかと思う、命を捨てるならできると思うでしょう。でも現実はね、手段としてそういうことは一切できませんね。なるほど。行動の自由は一切もがれてますから、それに逆らうと即赤紙といってね、召集令状が来るんです。こういう点はものすごい組織だってましたね。赤紙一本という言葉があるんです。赤紙というのは召集令状、本当にピンク色がちょっと濃い、この赤紙が来た時はもうおしまいですよ。で特に激しい言論を政府を批判しようなら、南方行きといってね、もう例えば満州やなんかじゃないんですよ、ニューギニアとかビルマとか、そこ行けば絶対行って帰れない、そういうとこへ。だそういうことを考えると、日本民族の民度っていうのは低いなと思うんですよね、残念ながら。高いとは思えないですよね。僕は戦時中にどっぷり使った人間なんだけど、あんまり批判をねすべきでないじゃなくてね、その僕みたいな人間がでもっていうか、だからかあんまりそういうことを批判する気がないんですよ。で自分の命は26枚だと、25、6で終わりであると決めてますからね、戦地行ったら死ぬと思ってますから。だから今こういう平和のところで長い間平和で生きてきて、さて聞かれるとね、ちょっと戸惑うのも事実ですね。だから両方本当なんですよ。その当時国家のために死ぬんだと思ったことも事実だし、それはいかに くだらないじゃなくてね、人の死に対して意義がない、意義を持つべきだと思うんですね。その意義感も全然
僕の人生は自分で獲得したもんで、戦後はね、